お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、また鍋でございます。またね、寒くなってきたからね、今度はね別の鍋してみました。こちらでございます。ですね、一人用のね、野菜ね、肉鍋でございます。まあ鍋はね簡単にさっとできますし、ちょっとねこれ見た目ちょっとアクが浮いてますけどね、取ればねいいだけの話なんでね、できてすぐね動画にあげましたからね、ちょっとアクの方はね勘弁してくださいね。さっき言いました通りね、また取ればねいいだけの話なんでね、中にはねアクもね旨味だという人もいますからね。で豚汁、中にはね豚汁を作ってねいる人がいてね、アクを取らないんですよ。なぜかというと、アクも旨味だからって言って、そういう考えもねなくはないんですけどね。私はねちょっと気にしちゃうタイプなんでね、1回目の方は取っちゃうんですよね。で2回目の方にアクが出たらそれは取らないんですよね。だからよく言いますよね、アクも全部取ってしまったら美味しくないという。で几帳面にねアクをね取る人もいますけどね、そしたらうまみが全部なくなってしまったっていうことにもなりますからね。まあそれ皆様ね、どうねやりますかでしょうかね。それはね皆様にお任せします。ですね、中には例えば出汁を取る時もね、すまし汁だったらね鰹節はね何だっけ絞っちゃダメだとか言いますけどね、豚汁とかね、透明じゃなかったらいいとか言う人もねいると思いますけどね、ちょっと話はね脱線しまいましたけどね、ちょっと今回はねちょっとまあ日本料理のね出汁とかアクのね、話をねしてみました。ちなみにインドカレーはアクは取らないみたいだそうですね。はいね、ございます。で焼酎は、ポリスのサイダー割りでいきたいと思います。はいね、ですね、11月の最終週、またプロ野球カードやることをねほぼ7割方決まりましたのでね、またやりましたらねコミュニティとかでねあげますのでよろしくお願いします。またね、カップラーメン試食動画も随時やりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。